ということでですね、DAC 内蔵小型プリメインアンプ聞き比べのですね、トップバッターですね、クオードのベナ2、こちらを聞いていこうというふうに思います。簡単にですね、このベナ2の紹介をもう一度しておきます。 USB 入力とですね、フォノ入力を備えるプリメインアンプですね、DAC 内蔵。アナログ入力はですね、フォノ MM に加えてラインの RCA が 2K と備わっております。デジタル入力は、スマホなどと接続するための Bluetooth、 そして、光が 2K と同軸が 1K とで、コンピューターなどと接続するための USB ケーブルというふうになっています。ヘッドホン出力は1つ、標準ジャックのものが備わっています。サイズはですね、幅が313、高さが 93.5、奥行きが302、重量が 7.5 キロ。で、価格はですね、このシルバーとランカスターグレーというモデルがですね、17万3800円ですね、税別。そしてプレミアムでですね、この木枠に入っているピアノブラック仕上げのブラックハイグロスが20万6800円。で、同じく木に入った茶色いですね、サベルマホガニー仕上げのものが20万6800円、税別というふうになっております。ではですね、早速ですね、普段聞いているせせらぎから聞いていこうと思います。まず最初にね、せせらぎを聞いてみました。第一印象として、やはりクオードという名にふさわしいですね、オーディオ機器の存在を感じさせない、とても柔らかくてナチュラルな音が出るなというふうに感じましたね。クオードというメーカーは昔からそうなんですけれども、どちらかというとマシンミニマム、ミュージックマキシマムみたいなね、イメージで、小さい、あまりこうなんかこうドーンというアメリカ製のコンポみたいにでっかくて、俺はいかにもここにいるんだというような佇まいではなくて、コンポはもうさりげなくこうなんか部屋に溶け込むような大きさとかデザインとか色合いで、そしてスピーカーをですね、自然に鳴らしてあげるというようなイメージのが強いメーカーなんですけど、まさしくその通りのね、音が出たんじゃないかなというふうに思います。では次はですね、ヒラリー・ハンサーのバッハバイオリンコンチェルトを聞いてみようと思います。
スピーカーがこの、広域にですね、ハイルドライバーを搭載しているということもあって、中広域、特にバイオリンの音なんかは非常にこう鮮やかで色彩感も豊かだなというふうな印象を受けました。で、チェロとですね、コントラバスはややちょっとコントラバスのですね、存在感が薄いかなと。これだけの大きいスピーカーで、再生周波数帯域が 38Hz からというスペックにで考えると、ちょっともうちょっと低音が出てもいいのかなという感じはしますね。ベナツーはもともとですね、どちらかというとこういう大型スピーカーよりも、ブックシェルフ型スピーカーと組み合わせる方が、実力を発揮しやすいというふうには思うんですけど、今回あえてスピーカーの低音も含めて実力を探るために、このようなフロア型のですね、ちょっと大きめのスピーカーを鳴らしてみてるんですけど、もうちょっとこう荷が重いというか、低音が出てくれたらなという感じはちょっとしました、今の曲ではね。では次はですね、ダイアナ・クラールさんの「ラブ」ですね、こちらを聞いてみようというふうに思います。L is for the way you look at me. O is for the only one I see. V is very, very extraordinary. E is even more than anyone that you adore and love. Is all that I can give to you. Love is more than just a game for two. Two in love can make it. Take my heart and please don't break it. Love was made for me and you. ラブを、聞いてみました。やはり低音もちょっと欲しい感じはしますね。ただ、ボーカル帯域に関しては、このスピーカーが3ウェイで広域がハイルドライバーということもあってですね、人間の声から高い音に関しては非常にきめ細かく素直になってくれたかなというふうに思います。やはりこの、クオードの、ベナツーがどちらかというとはこう無理にこう帯域を伸ばそうというのではなくて、よく言われるかまぼこ型という広域も自然にロールオフ、低域も自然にロールオフしていく、周波数特性の中でこう音楽をですね、こうキュートに聴かせてあげようというような印象を受けました。では次の曲はですね、マイ・フェイバレット・シングスですね、渡辺和美さんのですね、ギターソロ、こちらを聴いてみようと思います。
渡辺和美さんのですね、ギターソロを聴いてみましたけど、やはりねちょっと高域と低域もう少し欲しいなという感じはしますね。まあこれスピーカーとの組み合わせがあるので何とも言えないですけれども、まあ、ギターでいうとですね、6弦一番低い弦とですね、金属だけのピアノ線みたいな、あの金属だけの1弦2弦の音がちょっと弱いような気がしましたね。まあ、あの逆にその 5、4、3弦あたりのですね、まあ、ウォーミーな感じとか、まあ全体的のギターの色彩感というのはよく出てたんじゃないかなというふうに思います。では主張のですね、テスト主張の最後ですね、地獄へ道連れですね、クイーン、これを聞いてみようというふうに思います。クイーンの、ね、地獄へ道連れを聞いてみました。まあ、あの悪くないんですけどね、やっぱりちょっとこうアンプに対してスピーカーの負荷が重たすぎるかなと、まあ、スピーカーの実力をですね全て発揮するにはちょっとベナツーの、まあ、力強さがエネルギーがちょっと足りないかなという感じはします。なので、まあ、最初に説明させていただいた通りに、まあ、このベナツーというアンプ自体がですね、こういうあの大型のフロア型を鳴らすんではなくて2ウェイの小型ブックシェルフ向きにつけて作ってあると思うので、まあ、やはりこのスピーカーだとちょっと荷が重いなという感じがしました。でこうなったら、まあ、アンプを買い替えるのということなんですけど、それ以外に方法はないのということなんで、一つちょっとご提案をしようと思います。まあ、このぶっとい電源ケーブルですね、こう TSD の、HS っていうね、AET の TSD AC の HS という、この長さ 1.8 メーターで、約ですね、これは6万円かな、メーカー希望小売価格。これをですね、エアボーンのですね、5500円のケーブルとちょっと変えてみましょう。まあ、これでだいぶそのエネルギー不足というのをね、解消されるというふうに思います。はい、それではね、電源ケーブルを変えてみましたので、この AT の電源ケーブルをつけたベナツーでですね、もう一度この地獄へ道連れを聞いてみようと思います。
another gadget, another one bites the dust.電源ケーブルを AT の、ね、TSD、AC、HS に変えてみました。まあ、一定の、ね、改善はあったんですけど、やっぱり電源ケーブルを変えてもこの EVO 4.4 を鳴らし切っているというところまではいかなかったかなというふうに思います。ということで電源ケーブルは再び元へ戻してですね、まあ、多分ねクオードで今みたいなバンバンいうロックをね聞かれる方はそんなに多くいらっしゃらないと思うんですよ。なのでクオードで多分多く聞かれることであろうねクラシック、後藤みどりさんのねとロバート・マクドナルドさんがピアノとバイオリンのですねオベレックというね曲、これをですね最後に聞いて、そしてアンプをですねクオードの新発売が予定されているアルテラですね、アルテラソラスですね、入れ替えて視聴を続けていこうというふうに思います。では最後はちょっとオベレックを聞いてみようと思います。ワウフデールエボ 4.4 とですね、クオードのですねベナ2の組み合わせで、聞いてみました。まあやはりね結論から言うとですねベナ2はあまりこう大音量をでガンガン鳴らすプリメアンプではないということと、やはりこういう大型フロアタイプのスピーカーよりもまあ2ウェイのですね、まあ、小型中型ブックシェルフあたりと接続してあげると、この良さが発揮できるんじゃないかなという印象でした。では次はね、このちょうど2倍ぐらいの価格ですね、クオードのアルテラソラスですね、こちらに変えて視聴を続けていこうというふうに思います。